砂漠の国サレス。塩が多く取れることから人が集まり国ができた。塩は需要が高く、他国との貿易で金や作物、奴隷と交換されていた。豊かに見えるサレスであったが、慢性的な水不足に悩まされており、水の国カースとの貿易は最も重要だった。しかし前国王が亡くなった後、水を横領するなど横暴な政治をしてサレスを治めているのが現国王レゼールである。これはそんなサレスに住む子供たちのお話。いつもうまいリンゴありがとな。またやりやがったな、このクソガキ。おら、お前は何度言ったら分かるんだ。ほらほら、あの城壁、塩を守るためって言われてるけど、本当は奴隷が逃げないようにするためなんだ。お前さ、スカールって島知ってる？スカール？その島じゃ世界中の植物を見られるらしいんだよ。俺さ、いつか絶対こんな国抜け出してスカールに行ってやるんだ。もちろんお前と一緒に。でもそのためにはルーフって鳥を見つけねえと、そいつでしかスカールに行けねえんだ。まずはそいつを探しに行く。お前もついてきてくれるだろう？うん、当たり前だろ。ルイ。おお、どうした？ああ、早く行くぞ。小僧、今日という今日は許さねえぞ。痛いだろ、待たせよ。水が飲みて。剣術をサボって毎日厩舎にいるそうじゃないか、パドル。いつまでそんな態度を取るんだ。そんなにあのガキのことが気がかりか。なんだ、騒がしいぞ。レゼール様、国民が水不足で不満を募らせ、城の門まで押し寄せています。
何なんだこいつら。あの手配書は何ですか。これで国民も安心するし、それにお前の心配事もなくなっていいじゃないか。おい話せ、話せよ。なんだよ、話せよ。あれ、パドル無事だったんだな。よかった、本当によかった。どれだけ心配したと思ってんだよ。でもお前なんでこんなところにいるんだ。パドル、お前が悪いか。私の息子パドルが世話になったな。それでは明日、水を横領した罪でルイの処刑を行う。力を連れて行け。なんだよそれ、意味わかんねえよ。おいパドル、何とか言ってくれよ。パドル、パドル、パドル。早くやれ。今から水を横領し、人々の生活を苦境に陥れた罪で、この奴隷の血を引く男ルイの処刑を行う。ルイ、俺だって7年間何もしなかったわけじゃないんだ。行くんだろ、スカーレ。あいつらを止めろ！